マリ伯爵スチュアート家の紋章マリ伯爵は、スコットランド貴族の伯爵院。過去に5回創設されており、1562年に、ジェームズ5世の死生児、ジェームズ・スチュアートが除せられた第5期のものが、現存している。スコットランドのマリは1130年に、スコットランド王デイビッド1世に征服されて、スコットランド王国に併合されるまでモーマーという、統治者によって統治されてきた。 スコットランド王位継承がタニストリーであった時代に、シェイクスピアで有名なマクベスが王位についているが、彼は遺説もあるものの、おそらくマリのモーマーフィンレックとスコットランド王マルカム二世の娘ドーナダの愛の子であった。1130年にマリがスコットランドに併合された後もマリはイングランド軍に占領されることが少ない地域だった。ため、スコットランドのイングランドへの抵抗運動において、 隠れ場所や兵員募集の拠点として重要な地域となった。イングランドから独立してスコットランド王に即位したロバート一世は1312年に老いに当たると言われるトマス・ランドルフに最初のマリ白衣を与えている。かつてのマリのモーマーの領土に加えてマリの沿岸地域の王領も領土とされた。 初代マリハクは、バノックバーンの戦いや、オールドバイランドの戦いで、ロバート一世の指揮下で、イングランド軍と戦った後、1329年から1332年に、かけて、ロバート一世の後を継いで即位した、デイビッド二世の摂政を務めた。しかし息子の三代マリハクジョン・ランドルフは、子供のないまま暗殺されたため、最初のマリハクは廃絶した。その後、マリには、 ダンバー氏族やスチュワート氏族など、外部の氏族集団の進出が進み、1372年3月9日には、初代マリハク、トマス・ランドルフの娘イザベルとサー・パトリック・ダンバーの、愛の子、ジョン・ダンバーが、第2期のマリハクに除せられている。このマリハクは、第1期のマリハク領の沿岸部分を領土としており、高地部分については、ロバート2世の子馬鹿伯爵。 アレグザンダー・スチュアートが、バデノフ補強として獲得する分割がなされた。しかしこの分割は、同族内の対立やヘブリディーズ諸島の労働部、アイルズによる、東方進出など戦乱を招いた。第2期マリハクは、初代マリハクジョン・ダンバーの孫にあたる4代マリハク、ジェームズ・ダンバーまで継承された後、4代ハクの娘、エリザベス・ダンバーが継承者となったため、 その夫であるアーチボルド・ダグラスに、マリハクの称号が認められたが、彼は1455年に兄にあたる、第9代、ダグラス伯爵ジェームズ・ダグラスに従って国王に、反旗を翻し、アーキンホームの戦いで敗死したため、全称号を剥奪されることとなった。また、エリザベスの姉妹の夫にあたる、第2代クライトン教、ジェームズ・クライトンにもマリハクの称号が認められていた。 アーキンホームの戦い後、マリハクリョウは王冠に戻ったが、その下で、ハントリー伯爵、ゴーオードン氏族が支配力を伸ばしていった。1501年6月12日にはジェームズ4世の死生児、ジェームズ・スチュアートが幼くして、アバーネシー・ストラサーン教ともに3期目のマリハクに除せられ、莫大なマリハクリョウを与えられたが、 彼は継承者を残せなかったので彼の死後に、マリハク領は王冠に返還された。ついで第四代、ハントリー白尺、ジョージ・コードンが1549年2月13日に4期目のマリハクに除せられたが、メアリー女王と対立し、コリッチーの戦いに敗れて捕らえられた後に死去し、死後の1563年5月28日に、称号を剥奪された。初代マリハク、 ジェームズ・スチュアート・ジェームズ5世の死生児、ジェームズ・スチュアートは、1561年に、フランスから帰国した、イボイモーとメアリー女王の政治顧問となり、1562年1月30日に、アバーネシー・ストラサーン教と共に、第5期のマリハクに助せられた。当初は、男系男子に限られる尺位であったが、1566年6月1日に、 男子なき場合に女子が相続する爵位に変更されている。1562年2月7日には、マーハクにも除せられていたが、この爵位は数ヶ月後に返上している。初代伯は徐々に女王との関係を悪化させ、1565年には女王とダーンリー卿ヘンリー・スチュアートの結婚に反対して反乱を起こすも敗れてイングランドへ逃れたが、 1567年に女王が退位すると帰国して、オイジェームズ6世の摂政に就任した。プロテスタント政策、親イングランド政策を推進したが、メアリー女王支持派のハミルトン家の者に暗殺されるという最後を迎えた。初代博は男子がなかったため、長女エリザベス・スチュアートが第二代マリジョ博を継承し、その夫である第二代ドゥーン教、 ジェームズ・スチュアートも妻の権利でマリハクの称号を使用した。しかし1591年にボスウェル・ハク、フランシス・スチュアートがホリー・ルード宮殿へ侵入してジェームズ6世の命を狙う事件を起こすと共犯と疑われたドゥーン教は王の命令を受けた第6代ハントリー伯爵・ハクジョージ・コードンに殺害された。二代女白夫妻の長男ジェームズ・スチュアートは 母から三代マリハク、父からドゥーン教を継承し、以ードゥーン教がマリハクの従属爵位に加わった。また父のいとこにあたる第二代セントコルム教、ジェームズ・スチュアートが男子なく指揮をした後には正代に遡った継承が可能なセントコルム教も継承して従属爵位に加えた。その孫の五代博、 アレクサンダー・スチュアートは1680年から1689年にかけてスコットランドの国務大臣を務めたが晩年にはジャコバイトの疑いをかけられて投獄された。その息子の六大伯、チャールズ・スチュアートは就職前の1681年9月23日にノバスコシアの順断尺に助せられているが1707年から1708年に かけて、ジャコバイトの疑いをかけられて投獄された。また、子供がなかったため、順団借位は彼一代で廃絶した。六代伯の死後、弟のフランシス・スチュアートが七代伯を継承した。その死後、その息子のジェームズ・スチュアートが八代伯爵を継承し、スコットランド貴族代表議員として、イギリス貴族院議員を務め、また、スコットランドのフリーメイソンのグランドマスターを務めた。 その息子の旧大伯、フランシス・スチュアートもスコットランド貴族代表議員として、トーリー党所属の貴族院議員を務めていたが、1796年6月4日に、グレートブリテン貴族爵インバーネス州における、スチュアート城のスチュアート男爵に助せられたことにより、以降の党首は自動的に貴族院議員に列することとなった。その息子の十大伯、フランシス・スチュアートは、 スコットランドフリーメイソンのグランドマスターを務めた。十大博の死後はその息子たちによる兄弟継承が十四大博ジョージ・スチュアートまで続いた。十四大博の死後は九大博に遡っての分流によって継承されるようになった。十七大博モートン・グレースチュアートの三男、ジェームズ・スチュアートは保守党の政治家として活躍し、 1951年から1957年にかけては、スコットランド大臣を務め、その退任後の1959年11月20日に、連合王国貴族マリ州における、フィンドホーンのフィンドホーンのスチュアート子爵区に助せられた。以降フィンドホーンのスチュアート子爵区は、マリ伯爵家の分流の貴族として続いている。2019年現在のマリ伯爵家の当主は21代。 マリハク・ジョン・スチュアートである。現当主ジョン・スチュアートは以下の爵位を保有している。ありがとうございます。